黄昏通販ショッピングのお時間がやってまいりました。今回はこちら、自分で自分を褒めてあげたいグッズ、靴玉くんです。どうしても褒められたい時ってありますよね。でもそんな時って誰も褒めてくれない。褒めてなんて人に頼めないし、ジレンマですよね。そんな方にうってつけなのがこの靴玉くんです。これがあれば人に頼らず自分で自分を褒めてあげられます。使い方は簡単。高いところにぶら下げて、この紐を引っ張るだけです。注意点は自分をこの靴玉くんの真下に置くということです。全身でよりたくさんの祝福を受けられることでしょう。この後実演をお見せいたしますが、気になるお値段は500ビットメダルです。ものすごく安い、お得だ金額だと思います。実演を見ていただけたらその意味がきっとわかると思います。それではゲストモデルの元秀さん、よろしくお願いいたします。寿司三昧。あ、ごめんなさい。なんすか寿司三昧って。いや、頭に落ちて。黙って下向いたら NG 感強いかなと。いや、普通でいいですよ。NG だから使えませんもん。あ、使えるか。頭行きたくなかったっすか。それは謝ります。なんすかそれは。いや、普通にしろっていうか。それが普通なんです。じゃあ普通やめてください。あいつに負けた俺って逆にすごくね。500ビットメダルはちょっと高いかなと思われる方には、100ビットメダルの廉価モノトーン再生時バージョン、くす玉くんグレーもあります。こちらの実演映像もどうぞ。これ本番？本番ですよ。リハだったら靴玉開かないでしょう。ごめん、俺拾うから。一応決め台詞言ってもらっていいですか。俺まだ 50% だから。